ピクミン4を大量に資材が手に入る方法。いや、そんなんあんのか。あります。簡単に説明したいと思います。まずは花吹雪の楽園へ向かいます。はい、そしたら次はこちら、ケダモノの王国へ向かいましょう。はい、ケダモノの王国に着いたんで中に入っていきたいと思います。で、1階からスタートする必要はないので、こちら5階からスタートします。ケダモノの王国、5階にやってきました。ここから簡単に説明するんですけど、まずでかい怪物ですね。目の前にいるこいつを倒してしまいます。オッチン突進で簡単に倒せます。そうすることによって、まず資材が出てきます。もちろんこれは運んでもらうんですけど、その後ですね、次は入り口から見て左側、草むらの中を抜けていって、まあ、この辺の雑魚は倒しとくんですけど、倒したらそのまままっすぐ行って、奥の壁を左に曲がります。こんな感じで虫が出てくるんで、それをひたすらね、ピクミン投げ続けることによって資材を落としてくれるんで、めちゃくちゃ出ます。大量に資材が出てくるんで、それをピクミンに運ばせていきます。そうするとね、運び終わったらもう次のところへ行きましょう。それではファイナルフロアへ向かいます。ファイナルフロアへ着きました。そうするとね、次は、ボスがいるんですけど、一回ちょっとぶつかってみるんですけど、こんな感じでね、でかいのがいるんですよ。これです。で、この怪物は頭にね、突進することによって、簡単に倒せます。こんな感じですね。はい、ダメージが入ります。で、もう一匹いるんですけど、まあ、基本的に倒し方としては、手前にピクミンを投げる。こんな感じ。そしたら出てくるんで、その出てきた瞬間に突進する。まあ、こんな感じで簡単に倒せます。倒したら資材が出てくるので、それもピクミンに持って帰ってもらえます。これだけでいいっていうね。このめっちゃ簡単な作業をひたすら繰り返すだけで、どんどん資材手に入ります。言うてそんな手に入らんやろって思ってる方いると思うんですけど。はい、ってことで、ピクミンの世界で丸一日、資材の周回をしたらどれだけ手に入るのかっていうのを試していきます。まず今持ってる資材の数が415っていうのを覚えておいてください。ってことで、スタート!はい、ということで夕方になりました。どれだけ数が増えたのか発表したいと思います。ただいまの数なんと2031。いや、増えすぎた。はい、ってことでピクミンの世界で丸1日資材の周回をすると約1600個増えるということになりました。序盤でも割と来れるところなんで、皆さんよかったら試してみてください。